皆さんこんにちは。11月23日に京都コンサートホールアンサンブルホールで演奏をいたします。この貴重な楽器ラフマニノフという楽器で演奏するので、今日は初めて、触りました。大変ワクワクで感動しました。本当に素晴らしい楽器で演奏することになりました。ぜひお越しください。